2022年7月4日に結婚が発表されて話題の滝沢カレンさん。気になる滝沢カレンさんの旦那さんは、建築のお仕事をされている一般男性、とのことでした。それも、建築会社社長なんだとか？しかし、そんな滝沢カレンさんの旦那は、テラスハウスに出演されていたヒカルさんだと言われているようなんです。滝沢カレンさんの旦那さんの真相が気になりますよね。そこで今回は、滝沢カレンさんの旦那さんについて詳しく調査してみたいと思います。2022年7月4日、滝沢カレンさんがご自身のインスタグラムで結婚を発表されました。滝沢カレンさんの旦那は、建築のお仕事をしている一般男性だと紹介されていましたが、実はテラスハウスに出演されていた太田光さんであることが分かったそうです。というのも滝沢カレンさんの旦那の太田光さんのインスタグラムにも犬を散歩させている写真とともに結婚報告の投稿をされていたそうです。ちなみに、滝沢カレンさんと旦那さんの太田光さんは、以前から交際の噂があったんだとか？そんな滝沢カレンさんの旦那の太田光さんの画像はこちらです。かなりイケメンであることがわかりますね、キャレットキャレット。太田光さんはテラスハウスに出演されていた時は、18歳で番組史上最年少での出演だったそうですよ。モデルをしながら大工のアルバイトをしているという経歴と、整った顔立ちが注目を集めていたんだとか。気になる滝沢カレンさんの旦那の太田光さんのプロフィールもチェックしてみたいと思います。名前、太田光、太田光、生年月日、1997年3月1日、2022年7月現在25歳、出身地、千葉県、生まれはブラジル。身長、177cm、体重、67kg、血液型、B 型、趣味、ボクシング、筋トレ、特技、サッカー。滝沢カレンさんの旦那の太田光さんは現在25歳なので、現在30歳の滝沢カレンさんより5歳年下になるようですね。また滝沢カレンさんの旦那の太田光さんは、父親がイタリア人で母親が日本人のハーフだそうですよ。生まれたのはブラジルになるそうですが、2歳の時に日本に帰国されていて、ほぼ日本で育ったそうです。語学は日本語、スペイン語、イタリア語、ポルトガル語の4カ国語が話せるそうで、すごいですね。ちなみに、滝沢カレンさんもウクライナ人と日本人のハーフです。滝沢カレンさんは美人ですし、旦那の太田光さんはイケメンなので、美男美女夫婦ですね。そして、滝沢カレンさんの旦那の太田光さんのお名前の、光の、るがなぜひらがななのかというと、太田光さんの母親曰く、他人と被らなくていいでしょ、と言われたそうです。確かに珍しいですし、他人と被らなさそうですね。テラスハウスに出演されていたことが分かった、滝沢カレンさんの旦那の太田光さん。現在はどのような仕事をされているかというと、建築会社社長なんだそうですよ。会社名、株式会社日本都市再生、ジャパンアーバンリニューアル、住所、東京都中央区銀座 6-13-16 銀座オールビル UCF5 階本社、愛知県名古屋市。滝沢カレンさんの旦那の太田光さんご自身のインスタグラムで、建設会社が設立されたことを報告されていました。滝沢カレンさんの旦那の太田光さんは、16歳の頃から型枠大工をされていたそうです。
ちなみに型枠大工とは、枠を作る職人のことで、建物の土台となるコンクリートの基礎を作ることだそう。そんな滝沢カレンさんの旦那の太田光さんが建築会社社長になったのは、2021年だそうです。もともとは、愛知県名古屋市にある総合建設会社、株式会社豊成のビジュアルモデルを務めていたんだとか。そのことがきっかけで、株式会社日本都市再生という会社の設立に携わり、代表者となったそうですよ。